どうしたんだ翼、ずいぶん体調が悪そうだけど。うん、最近ちょっと寝不足なのかも。あのね、私とキリアさんに新しい仕事のオファーが届いたの。二人で歌う新曲を化粧品 CM のイメージソングに使いたいんだって。すごいじゃないか。ありがとう。私今回はキリアさんと対等の立場として堂々と歌を歌ってみたいんだ。でも今の私の実力じゃまだまだキリアさんには及ばない。だからいろいろと特訓してるの。大丈夫か翼、体調が相当悪いんじゃ。少しクラッとしちゃったみたい。心配かけてごめんね。いろいろしてる特訓ってどんな感じなんだ？ね、まずはヒップホップの勉強でしょ。あとはリズム感を鍛えるために一晩中メトロノームを見つめ続けたり、今の私にない新しい自分を手に入れるために毎日研究してるんだ。それは寝不足にもなるよ。私なりに頑張ってるつもりなんだけど、いくらレッスンしても何かが足りないような気がしちゃうんだよね。それでね、私思ったの。この場所で新しく宝箱を見つければリオもきっと成功するはずだって。この前はあんなにうまくいったんだもん。今回だって宝箱があれば何か答えが見つかるはず。俺にできることなら何でも協力するけど。ありがとう樹くん。じゃあ早速出発だね。樹、今の話を聞いてあなたはどう思う？頑張りすぎというか、それに頑張りの方向がこれでいいのかなって感じが。そうね、翼にはもうしっかりとした実力がある。一緒に歌っていて私はそう感じるわ。はい、俺もそう思います。だから翼が私に挑戦しようとしてくれてるのは嬉しいんだけど、今のあの子は一人だけで何とかしようと思いすぎて空回ってる。私たちは二人でデュオなのに。言われてみると確かに翼ってそういうところがあるのかもしれませんね。十分な実力を持ってるんだから変に遠慮なんてせずに思ってることを私に教えてほしい。翼と私はもう対等なんだから。翼に言ってあげないんですか？キリアさんからそう言われたら喜ぶと思いますけど。翼に直接っていうのはなかなか伝えづらくて、私がうまく言葉にできればいいんだけど。わかりました、俺少し翼と話してみます。ありがとう樹。俺が力になる。行くぞ。まずはこっちです。切る。ここか。待って。次だ。マイコさん、
気合い入れなさい。次頼むぜ。気は作ったわ。やった。なんだか照れくさいな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。我が力受け取れ。やったな。いいか、敵だ。不意打ちに気をつけろ。はっ。ひとまずは安全か。なあ翼、頑張りたいのはわかるけど、ちょっと張り切りすぎなんじゃないか。いつきくん、あのね、私キリアさんと一緒に仕事をして思ったんだ。キリアさんはやっぱりすごい、神様みたいな人なんだなって。ギブミーで共演してリインカーネーションをカバーさせてもらってよく分かったの。それに友達以上恋人未満をあんな風に歌えるなんて、私には考えもつかなかったもん。翼だって十分すごいよ。ギブミーの時はちゃんとキリアさんについていけてたじゃないか。ありがとう。でもそれはきっと勢いで駆け抜けただけ。舞い上がってたっていうのかな。もちろんあの時は全力で頑張ったけど、今回はそれよりもっと上を目指したいから。翼はもうキリアさんとも対等に歌えるって俺は思うけど。私なんかがキリアさんと対等だなんて、そんなこと絶対ないよ。翼を今までずっと見てきたからこそそう思ったんだ。これまでいろいろな仕事をこなして、たくさんの人を笑顔にしてきただろ。綾葉さんを救ったり、あの前川あずさだって超えてきたじゃないか。樹くん、新しい魅力を探さなくても翼はもう自分だけの武器をきっと持ってる。これまでやってきたことをもっと信じてもいいんじゃないか。そうかな、自分がやってきたことを信じる。もう少し考えてみるね。いつきくん、ありがとう。ひとまずは安全か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。楽勝だな。それよ、クローム直伝だ。よし、キリアさん繋いで。次だ。あとはよろしくね。いけるか。守り嫌です。やった。お疲れ、みんな。せい。敵だ、一気に決めろ。せい。敵の気配は消えたようだ。これは色白。
の気配。戦いは回避できたか。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。よし、みんなチャンスだ。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう。今がチャンスみたいよ。私飛んでっちゃえ。大成功。一気、お願い。この機を逃すな。投げ。ドーマ君、いけるか。マリー、ラモーレ、お任せしました。やった。エリー、今よ。次だ。いけるわね。信じてるぜ。頼みます。それで決まる。みんなありがとう。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。せい。これはミラージュの気配。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。よし。戦いは回避できたか。イツキ、よし。返す。まずいな。はっ、はっ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。援護は任せてください。それ、いけそうね。飛んでっちゃえ。やった、倒
とは任せた。繋いでくれ。行って。カラマン。やったー。みんなありがとう。は。敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。イツキ、近いぞ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。やっ。戦いは回避。敵だ。不意打ちに気をつけろ。ひとまずは安全か。はっ。これはミラージュの気配。はっ。戦いは回避できたか。やっ。これはミラージュの気配。ひとまずは安全か。やどうしたの、翼？イツキ君、私考えたんだけど。話は後にしよう。行くぞ。絶対に負けられない。イチかバチかで、ちぎれろ。この戦い、絶対負けられないよ。助かった。これな。いいね。やった。ズルすわよ、キリア。キリアの重さ、思い知りなさい。準備 OK だよ。遊んであげる。今だ。お願い、今よ。畳みかけろ。ぶちかましてきなさい。ほし。うわん。パスです。うわー。それ取ってこい。うわん。おお。ぶちかましてきなさい。あとは任せた。信じてるぜ。今よ。ちょ、シーダ、ガンガン攻めていこうね。翼は頼もしくなったわね。シーダに教わったね。丁寧な。行って。行け。頼んだわよ。信じてるぜ。頼みます。なりました。ミラージュアタック、行けるぞ。了解。
バッチリ合わせるからね。グラブ解き放つ。おお、どんどん行こう。次行け。頼んだわよエリア。行って。頼みます。お任せしました。超、私はもう誰にも負けない。いいね。絶対レイド体験してみる。よろしく。エリアちゃん、よろしく。島崎舞子、気合い入れなさい。次頼むぜ。頼みます。なりました。私はミラージュマスターだから。それで弱点を攻めろ。それじゃ始めるよ。次、あとは任せた。気合い入れなさい。行けるか。次、頼みます。ありました、勝ちました。これで一件落着だね。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。やったな。うん。私の秘術、キリアだけに。この力があなたを守ります。いいですか。我が力、受け取れ。やったな。いいか。翼、そういえばさっき何を言おうとしてたんだ。あのね、いつき君に言われて自分のやってきたことを思い出してみたの。最初はただキリアさんに憧れてるだけだったのかもしれない。だけどいろいろな仕事を乗り越えてきたことで、きっと私も成長してるんだって思う。翼、いつきくんが教えてくれたから、それに気づけたんだよ。キリアさん、私、前とは違う今の自分をキリアさんにぶつけてみたい。そうよ、翼。あなたには私とは違うかけがえのない長所があるんだから。先輩後輩ではなく、デュオとして、お互いを高め合うライバルとして、私も翼と一緒に歌いたい。キリアさん、よろしくお願いします。私、キリアさんに負けないように精一杯歌ってみせますから。期待してるわ。今の翼の全部を私にぶつけてきなさい。そうすることできっと新曲はもっと良くなっていくはずだから。宝箱が消えた？どうして？いいんだよ、いつきくん。きっと必要なものはもう私の中にあるって思うから。さあ、戻ってレッスンの続きよ、翼。はい、キリアさん。Thank you.
なんだかご機嫌ですね、舞子さん。当然よ。何せ翼ちゃんとキリアの仕事が絶好調だからね。 CM の評判もいいし、新曲も大ヒットしてる。事務所としてもホクホクなんだし、上機嫌になるのも当然でしょ。二人の歌、街中でも聞きますよ。店に入った時とかに流れてます。だしょだしょ、今うちの事務所にビッグウェーブが来てると思うの。翼ちゃんとキリアは何かこれから二人でやってみたい仕事ってある？そうね、ギブミーみたいなクールで可愛い感じの曲がまたやりたいわ。私は今までにやったことのない新しいジャンルの曲に挑戦してみたいです。いろんな経験の積み重ねが自信になっていくって思いますし。あら、キリアに言い返すなんて、翼ちゃんも成長したわね。言い返すだなんて。でも本当にそう思ったんです。いろんなことに挑戦していきたい、もっと成長したいって。翼、私もあなたに負けないよう今よりもさらに上を目指すわ。お互いに頑張りましょう。はい。それにしても、どうしたの、いつきくん。あの時どうして宝箱は消えてしまったんだろう。今までそんなことはなかったのに。気になるならチキに聞いてきたら。あの子なら何か知ってるかもしれないわよ。宝箱が消えた理由？チキならわかるかなと思って。もしかしたらだけど、翼お姉ちゃんが自分で成長のきっかけをつかんだからじゃないかな。自分できっかけを？うん、あの宝箱は素質があるのにできなくて悩んでる、そんな人の願いに反応して成長のきっかけをくれるものなんだと思う。自分できっかけをつかめた人には必要なくなるから、宝箱は勝手に消えちゃったのかも。確かにそうかもしれないな。翼はどんどん成長してるから。でも答えにたどり着けたのは私一人だけの力じゃなくて、チキちゃんの見つけてくれたあの場所での経験があったからだと思う。だからありがとう。うん、私こそ翼お姉ちゃんを手伝えてよかった。そういえば翼、今の自分をキリアさんにぶつけてみたいって言ってたよね。うん、改めて言われるとなんだか恥ずかしいね。あの時翼の新しい面が見えた気がして驚いたんだ。あんな風に言うことができたのは、いつきくんがアドバイスをくれたおかげなんだよ。ずっと私を見守っていてくれたいつきくんの言葉だからこそ勇気をもらえたの。やっぱりいつきくんはいつでも私に勇気と元気を与えてくれる人だね。きっとこれからもずっと。俺もそうでありたいよ。翼は大切な幼馴染だしな。幼馴染だからか。うん、いいの。全く樹君は罪な男ですよ。でも樹君が私に勇気をくれるなら、私もしっかりと答え続けなくちゃね。私なんてみたいな弱音はもうなし。自信を持って胸を張って
誰にも負けないお仕事をして、それで見てくれる人みんなを素敵な笑顔にするのが今の私の目標なの。これからもたくさん樹くんの知らない新しい私を見せちゃうから、楽しみにしててほしいな。ね。すごい。知ってるかしら。やったな。よく。お買い上げね。毎度あり。ここで着てっちゃう。さすが、よく似合ってるね。お買い上げね。毎度あり。ここで着てっちゃう。さすが、よく似合ってるね。お買い上げね。毎度あり。ここで着てっちゃう。よっ。お買い上げね。毎度あり。ここで着てっちゃう。さすが。よっ。お買い上げね。毎度あり。ここで着てっちゃう。さすが、よく似合って。お買い上げね。毎度あり。ここで着てっちゃう。さすが。へへへ。他には何かある？どうする？どうする？どうする？
どうする？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 他には何かある？次もよろしく。やっほー。いいかい？ねえねえ、ねえねえ、こんにちは。よろしいかな？何？あ、はい、押さないで。仕事仕事っと。青い月、演技に気を取られて歌がおろそかになっているぞ。動きと息継ぎのタイミングに気をつけて、自分なりのタイミングを見つけるの。な、あ、あ、わあ、汗だくです。美月さん、一体どうしたんですか？ああ、守りはまだ聞いてなかった？ミュージカルフェスに欠員が出て、いつきがその代役やることになったのよ。私たちとは違う回に出演するんだけどね。そうだったんですか。大変そうです。でもめったにないチャンスだし、頑張ってやってみようと思って。それでみんなにも協力してもらって、いつきにレッスンつけてるところです。エリー、ヤシロ、そろそろコーチ役交代の時間よ。はいはい。いつきもちょっと休んだ方がいいわよ。もう少し続けさせてほしい。かなり様になってきてるわよ、いつき。やるじゃねえか、いつきくん。翼、どうした？いつきくん、そろそろ会場入りしないとだよ。え、もうそんな時間か。ありがとう、翼。いつきくん。